この世の中にはヒーローが活躍する物語が溢れている。彼らは様々な事件に遭遇し、強大な敵に立ち向かっていく。仲間たちと力を合わせ、世界を危機から救い出す。いらっしゃいませ。だけどその物語には脇役が存在する。あるいは登場すらしない人々も。僕はある年齢を過ぎた頃から自分がヒーローではないことに気がつき始めた。この世界にとって僕は脇役に過ぎず、物語に登場することもない。でもいつかはヒーローになれる。その時を夢見ている。これはそんな僕の物語。ついてこっちの声は聞こえているか。調子に乗ってると足元を救われるぞ。ひとせ、そっちはどうだ。およ、なんか画像データが乱れてんな。おいリュウジ、俺の顔ちゃんと見えてる。こっちは問題ない。エリカ、見えてるよお兄ちゃん。そのことエデンとの画像通信ラインだね。デジタルウェーブの異常かな。音声なら仕事に支障はないな。うん、でも特殊な防護フレームのエリアとか新規やったりやめた方がいいんじゃない。優しいねお嬢は。新人君がそういうんじゃないから。言ったはずだ。リスクは各仕事を始める。全員おいおい、もちろんバッチリ把握。強敵の名は志賀幼児。どこのチームにも所属していないフリーのハッカーで、クライアントはエデンを騒がすハッカーを許さない。見つけ次第ボッコボコにしてアカウントを吐く。同じアカウントで二度とエデンにログインで、悪どいハッカーには俺たちフーディエが正義の鉄槌。私たちはあくまでサポートだよ。なあ、もう分かってるって。気分まずはクーロンにいるハッカーから志賀の助。はいよ、待ってました。ちゃ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 ーん、俺様特製マルウェア、ハチドリ。聞いて驚け。
このマルウェアは至近距離に近づくだけで対象のデジバイスを一時的にハッキングできる。聞き込みで怪しいやつを見つけたら使ってみな。リアルでもこっちでも情報収集、お前がチームに入った暁には何でも教えて死んでよ。もう一度言うが、これはテストだ。おっ、やる。ポケモンの発表。